皆さんこんにちは。ちょっとね、この今日アカプルコなんですけど、マジでこのリゾート地が広いので、皆さんにちょっと場所をご紹介していきたいなと思います。ビーチが併設してて、あそこに見えるのがメインの受付とかですね。ちょっと木に隠れちゃった。ビーチ、あれと同じような塔があっちとこっち3箇所あります。全部宿泊塔ですね。あれでプールが、まあ、ここも全部プールなんですけど、3箇所ぐらいあります。レストランが5箇所ぐらいかな。ここプールつながってますね。これとここの先プール、さっきのところとここもプール。あそこがレストラン奥。ちなみにこっち側全部ビーチなんですよ。全部ビーチ。俺はあんまりビーチ好きじゃないから、ちょっとあんま行きたくないけど。ここがイタリアンレストラン。ここでプレイヤーはご飯を食べれます。この上はもちろん宿泊。あっつ。テニスの会場も敷地内にあるんですけど、実は会場が変わったらしくてですね、この先、この向こう側、あのテニスボールとかがある、あの向こう側テニスコートだったんですけど、なくなってました。残念ながら。でも練習コートはあっちの先にあります。ちょっとぐるっとしようか。僕はもうここに来てどれだけ、4回ぐらいかな、来てるから結構場所は知ってますけど、行ったことない場所は結構多いかな。フラミンゴがいるんですよ、ここ。のんきやな。で、ここは全部プールですね。この辺は全部プール。面白い作りしてますよね、ここ。白鳥もいるし。で、ここがジムですね。すごいな、この木の根っこと。これがジム。で、この先もプールがあって、あそこの塔に僕たちは泊まってます。予選の人がこっちで、本選の人がこっち。ちょっとお腹すいたから僕はご飯食べよう。これが試合会場、新しいゴルフ場の隣やん。まだ作ってるんやな。カイチ君久しぶりやな。でもカイチは取られる。貴重貴重な感じ。てかすごいな、メキシコでよく髪切る。やばいな、すごいな。これ YouTube に出していい？いや、カイチ君のヘアカット事情についてっていうテロップで出していい？ガチで行くと思った。何でも使えるから、ほんまに YouTube ってこういう切り方なの。そうやで、何でも使えるから、ほんまに俺とかしないんだよ、全然使われてない。いや、だってカイチ君あんまり合わんやん。合わんから YouTube 回すの。いや、なんかチンキャラみたいになってるやん、もう。前言ってるだけでおもろい。俺、コーディネート
顔追ってるもん。結構あのインスタとか見てて、どいつ何してるんやろうなって思ってる。マジユウマみたいになってるやん、もう。いや、もうほんま思ってるやん。話そう、いつか。話そう、話して、じゃあ俺の YouTube で。